東隆マは、日本の武道家、打撃系総合武道、空道の創始者、大道塾創立者、代表師範、塾長、NPO 法人国際空道連盟、一般社団法人全日本空道連盟理事長、港気仙沼大使、大道塾空道9段、極真武道会8段のほか、高道間柔道3段を隠居されている、宮城県気仙沼市出身、 宮城県気仙沼高等学校時代に柔道を習得。卒業後、陸上自衛隊を経て、早稲田大学第二文学部在学中1971年に極神会館に入門しから手道に取り組む。早稲田大学極神空手部創設、初代首相、山崎寺市長、佐藤勝明に指導を受ける。その後、極神会館が主催する。 選手権大会に参戦し、人間機関車と称された。得意技は、ローキック。極神会館宮城県支部を、前任の宮本和則から引き継ぎ、支部長に就任。北斗期大会の前身にあたる宮城テレビ杯、全東北空手同選手権大会を開催していた。1981年には、極神空手での禁じ手を解禁した、手による顔面攻撃。 投げ技ありの格闘空手、大道塾を設立。後にはさらに締め技を取り入れ、自流の武道として空道を名乗っている。2021年4月3日14時35分、遺願により死去。去年71歳。大道塾の創立当初、東は本当に他の競技にも負けない空手、実戦では負けない空手を作りたいが、現時点ではそうではないと弱気であった。 様々な格闘技から10人の代表を出すと、一番強いのは大相撲、二番目がレスリングの 130kg 超級、三番目がボクシングのヘビー級であり、それでは空手は何番目になるのだとしである、大山マスタツに反旗を翻すようなことを言ってしまった。格闘技を題材とした作品を主体とする漫画家の板垣啓介は、そこまで相撲がすごいということだと、 東が一位に相撲を上げたことについて説明している。ありがとうございます。